はい、では時間になりましたので、シスプロの社訓と行動規範についての、説明を始めたいと思います。社訓と行動規範は6月1日に制定し、皆さんにお知らせしました。約1ヶ月経ってますけども、その間に皆さん、よく読み、またよくその意味を考えてくださいということで、少し時間を空け、今日の説明会に、を迎えました。それではシスプロの社訓と行動規範についての説明に入りたいと思います。社訓は、夢、創造、無限という、3つの言葉を、掲げました。社訓はですね、永久不変であるという認識のもと、時代や社会状況、そして我々の会社がどのように変化しても変わることがないものとして、この3つの言葉を掲げました。あえてその3つの言葉を説明するならば、会社は社員の夢の実現の場であり、その創造が、無限に広がっていくということを願う、これを表しています。皆さんに対する願いというものを込めています。会社や社員の考え方や行動を限定するという考え方よりは、限定するということではなく、むしろ自由をであると、制限を加えていないということを、この3つの言葉の中に込めています。社訓と社是というものがあります。これの違いについてちょっと参考までに触れておきます。社是と言われるものは、これは辞書に書いてあるような言葉ですけれども、企業、会社の経営上の方針または主張ということになり、経営者の考える方針や主張であるという場合が多いです。多くの場合、社是は創業者が、作る、この会社がどういう方針でいく、どういうためにあるんだというようなものであることが多いと思います。社訓の方は、企業、会社で社員が守るべき基本的な指針というようなものになります。ですから、社員に求める姿勢であるというふうに考えています。今日、この年に、社訓を設けるにあたり、社訓にするか、社訓にするかということについては、このようにして、社員の皆さんに、に求める姿勢という形で、シスプロは社訓を選んでいます。続いて、行動規範の説明にいきます。行動規範は、1、顧客感動、2、経営改革、3、職場環境向上、4、企業倫理、法令遵守、5、社会貢献、6、自立と自由、この6つの、言葉です。6項目です。それぞれについて、行動規範の意味について説明します。社訓と違って行動規範はですね、永久不変ではないかもしれません。時代や社会状況とともに、変化しても良いものと考えています。よってこれらはですね、必要に応じては見直されることがあると思います。毎年変えなきゃいけないというものではないと思いますけれども、時代や会社の要求、そうしたものが変わってくれば、当然見直されるべきだというふうに思います。行動規範は社員に求める姿勢をより明確に示したものです。でまた、行動規範は、至ってシンプルな、文言です。これもですね、社員、会社や社員の考え方または行動をですね、制限するもしくは限定するというものではないという考え方に基づいて、非常に解釈の意味の広いシンプルな言い方にしました。それではちょっとそれぞれについて説明します。1番目に挙げましたのが、顧客感動です。
私たちは、私たちのサービスを通じて、顧客満足を超え、顧客感動へお客様を導き、その喜びを共有します。これは、顧客第一を宣言しています。満足を超える感動を目指して、これを顧客と、そして、仲間と共有することを目指します。感動は一人で生まれるものではありません。満足というのは、まあ、皆さんよく言う自己満足という言葉があるように、一人でも満足することができます。感動は与える側と受け取る側で初めて起こるものです。で、またそれらを、顧客とその仲間と共有するという意味は、お客さんと我々シスプロだけでもありません。その仕事に、携わった人、協力してくれた人、協力会社も、そういう人たちも含めて、みんなで、共有できるようなものを、お客様第一主義を掲げ、その感動というもので共有します。これを第一主義の会社の共有機会に挙げています。2つ目は、経営改革です。私たちはお客様のため、社員のため、社会のため、常に、経営改革に取り組み、経営の合理化を推進します。第一が、お客様第一主義というか、顧客感動という言葉で表現しましたけれども、次が、経営の改革というのは意外という質問もあります。それについて、この説明で、この中で説明したいと思います。企業というものは、サービスで、顧客、お客様に貢献します。その見返りとして得た利益で、社員に収入をもたらしています。その利益の中から、法人税という形で社会、税金を納める、これにて、社会に貢献しています。企業はお客様に接して、それを買った人とか、そのサービスを受けた人は、その貢献を、それによって我々から貢献を受けるということになりますけれども、我々は法人税という形で、我々が直接接しない人たちにも会社として社会に貢献するという役割を持っています。なので我々は常に経営の合理化を目指して、高利益体質を維持することが義務ということになります。きちんと利益を上げてこそ社会に貢献する企業ということができると思います。経営の合理化をおろそかにすることは、企業の、存在意義を失うことと考え、常に、経営改善、高利益の、体質のために、改善を続けるというのを2番目の項目に挙げています。